ちょうど止まってます。あれが移動手段です。号です。ユーユーカードが使えますということでですね、結論から言うたらね、基本的には、効率よく回りたいでしょっていうことですよ。効率よく、しかも、なるべくしんどくなくね、来るのは私みたいにそのおっさんばっかり来るとか、おっさんだけ来るとかね、そういうことはないでしょう。となればですね、来るのは子供さんが来るか、もしくは、アベックで来るか、どっちかじゃないですか。そのようになってきたらですね、これは何が効率よく回れるかということを一応お知らせをしますわ。これね、MRT で来るでしょ。ということはもう悠遊カード持ってるってことでしょ。で、悠遊カードそのまま使います。悠遊カードそのまま使って入ってください。で、一旦入って、で、まあ朝としますよ。一番先に見らなあかんのはこれですわ。大猫クマさんですよ。パンダを見てですね、で、まあ、一緒にこのコアラも見といてください。コアラももう日本ではもうほとんど今おらなくなりましたけどね。で、まあ、ついでにここも今やったら見ておいていただいても結構ですけども、これね、ここの、家畜のやつ、私も質問しましたけども、これバトリケージ、四角の枠の中であんなとこで養鶏すんなよと、平飼いでせえというようなことを書いてます。で、ニワトリとかウコッケイとかね、白鳥じゃねえか、あれカモか、あんなを放し飼いにしてますこの辺で。ほんでそれはええねんけども、ここのワオキツネザル、ワオキツネザルだったかな、これマダガスカルのキツネザルですよ。ここもですね、前の方に熱帯の葉っぱの大きなものがいっぱいあってですね、で、こう直接ダイレクトに何もない状態で視線がこのキツネザルに当たらないように考えられてます。海外ではようあることですけども、これやってんのもここぐらいやったかな。これほんでこれ珍しいでしょ、このこれもね、これめちゃめちゃ珍しいです。これこれタヌキやからね、タヌキじゃなくてこっちが珍しいです。ほんで自分とこの頭の上とかを通ったりするので、それ網だけですから、まあ、触れんことはない。あの触ったら噛まれるかもわからんからね。で、匂いを嗅いでくださいみたいなね、そういうようにしてますわ。で、一旦入ってこれ見たら出てください。で、出るときにこっから出るんだけども、出るときにですね、横串のなんか押して回るやつですわ。それを回るときにその手前に絶対これ忘れてはいけないんで、リエントリーできないですからね。これを自分で押してください。3つぐらいありますから、これを押してもろてこれ出ると。で、その後でやっぱりこういろんなの来たら、もういろんなもの乗りたいでしょ。でこれロープウェイです。ロープウェイ乗ってください。で、まあ猫ドラに行く人はねええんだけど、真奥やったかな、ここへ行く人はそれはええんだけども、こっちから、まあ、先行ってもええかもわからんけども、動物園も両方行くという方、まあ、動物園先行ってください。なんでか、割引ありなんで、動物園行ってこっちへ乗るということはね、割引するんですよ。で、私はこの上まで行かへんかったんだけども、これ乗って上に行くんです。一発目の駅、ここね、動物園南っていう駅、ここで降りてください。もう必ず開くんでね、今降りてください。で、これ別に乗りたくないという人はこのまんま、ここ列車って書いてるでしょ、これ今さっき写したやつですよ、これですよ、これに乗っていただいたらいいんです。で、これ号です。で、これも悠遊カード使います。で、悠遊カードで上の方へぐるっとこう、どっちかこっちか回ってるのか、こうぐるっとこう回ってるんです。で、ここか、ここや、これや、これか、鳥園駅、これ今ここに行ってるんですけどね。で、ここで降りるということになってるんです。で、何にもなく下から怖がってくれたら別やけども、こっちから来る人はこれが乗るでしょ。で、降りるでしょ。で、降りたらこっからこれ歩けると思うでしょ。これ歩かれへんんです。作業用通路なんです。絶対に号を払って、あのトロッコみたいなやつに乗らなあかんんです。これにね、これに乗らされます。乗らないと外出してくれないんで、ここ、あの道は歩けますよ、全然関係ない道。こんなとこ行ったらしゃあないからね、タクシーとか止まってるけど。で、ここでその車に乗って一発目ここへ降りる。こっちから来た人もそうです。これこう回りのはずなんで、こっち側から来えへんね、こう回りだから、こう回りにしたってこっち側で降りへんと思うんですよね。こっち側で降りんのかな、まあどちらでもええわ。もうクソ暑い時にですね、これに乗って、まあ、来るわけでしょ、こっち側もね。ここでまったりするんですよ、団体おったら。今もあの修学旅行とか、修学旅行ちゃうな、これ子供の遠足みたいなんがね、山ほどいてますから、だからこそ先にこっち行かなあかんでって言うと、そういうことなんですけども。で、ここで降りますよね。これ降りた後もうすぐに、クソ暑いですから、まずですね、上に上がってください。これ両生博物館動物園、こっち階段でしょ、これね、階段
降りた駅のそばですよ。これ駅降りるでしょ。降りたらこんなあの左や右とか降りていったらダメですよ。もうね、これ方向こっちで書いてるけども、じゃかましいということで、こっち行ってください。まずこれ上がってもうたら、あの見えてるでしょ、なんか建物白いの、あれが両生類爬虫類の館になってます。なんでここ一番先に行くかというとですね、ここであのあれですよ、イグアナがヨホさんおるけど、イグアナ見とったらダメですよ、暑いからね。まずここへ入れ。なんでかクーラーがちょろっとだけ効いてますね、ほんまに。中あのそのまんま空気イケイケのとこもあるので、トカゲなんかね、だからえげつないクーラー効いてるわけじゃないけど、クーラーが多少効いてます、涼しいです。でだからここで休憩を取るというかですね、もう暑いからね、先にここへ行って、ここからちょっと上がらなあかんねんけども、で上がった上で下へずっと下がっていくのが一番効率のええ、この台湾動物園110周年ですけども、その歩き方かなというふうに考えております。もう一回言いますよ、もう入ります。で、ハンコ押します、出ます。でこれ乗ります、割引聞きます、ロープへ降ります。でそこからまた5を払って、これ70、ここで降りたら70やからね、70、上まで行ったら120ですよ、70で、まあ、帰りにモコまで行って、帰りにここ行ってもええけど、どっちにしたって先にここは通ってくださいよ。そうでないと悠遊カードに記録されへんので、割引してくれませんからね。これ全部自動改札で行けますから。ほんで降ります、ほんで5を払います、ここ行きます、ほんで暑いです、まずここへ入ってくださいと。これ今の天気見て、こんな天気でもえげつない暑いんですよ。ということはもうカンカン照りやったら死んでまうでということになってますからね。もう絶対にこんな蒸し暑い時でもそうですけども、あ、また勢いが暑いから、もう両生類の爬虫類館か両生類館かなんかよくわからんけども、そこへ入ってくださいということでございます。ちょっとだけ上上がります、もっぺん上がりますけどですね、これね、イグアナがアホみたいにおるんですよ。こんなもんを喜んで見てる場合ちゃうんです、暑いですから。これもここから見ても見えません、なかなか。これも上に上がって見てください。で、あれもあれ何やと思いますか。タンチョウズルですよ、あれ中におんのは。タンチョウズル、あんなんで見えますか。もう全く見えん。鳥インフルエンザがあるからか知らんけども、手前でよう、これ動物園、どこの動物園も鳥の時には近寄せないしてますね。で鳥の中の鳥かごの中に歩いて入るっていうのもあるんだけど、あんなんもなくなってますけどね。イグアナだけをね、中入ったら涼しいから、子供も入ってるから、これをみんなそんな下で見たってダメですよ、見えませんから、ね、見てください。あんな洋さん山盛りおるんですよ。それはこっから上からね、ちょろっと見ていただいたらよう見えますから。イグアナ研究家じゃないんだからね、これ中にもイグアナ多少いてますから、はい、涼しいとこでご覧ください。もっぺん言うときますけども、キンキンにクーラーは効いてますけども、もうここで量を取らないと熱中症になりますんで、中へ入ってですね、で最終的には釧路市動物園から来たマリモッコリがありますよ。マリモね、私の拳ぐらいあったらなかなかでかいマリモがありましたんで、それもぜひご覧ください。